ジョン・チーバーはアメリカ合衆国の小説家。アメリカ東部のサバーブで暮らす人々を描いた短編作品を多く手掛け、ザ・チェイホフ・オブ・ザ・サバーブスとも呼ばれる。1912年5月27日、マサチューセッツ州クインシーで生まれる。チーバー家は17世紀から続く古い家系だったが、父親が事業に失敗して酒に溺れ、母親が 土産げ物店を営んで家計を支えていた。チーバーは名門私立校セイヤ夜アカデミーに入ったが、学業不振と素行不良により17歳で退学処分となり、その経緯をもとに書いた諸女作エクスペルドが1930年にニューリーパブリック市に掲載された。23歳の時にザニューヨーカー誌に短編が初掲載され、以後ここを主舞台に、 短編小説を発表していく。1942年、アメリカ陸軍に不評として徴兵されたが、訓練映画の脚本家として、陸軍信号隊に再配属された。1943年に、初の短編集、ザ・ウェイ・サム・ピープル・ライブが出版された。第二次世界大戦後に、本格的な作家活動に入り、J.D. サリンジャー、アーウィン・ショーラと並んで宣伝された。 ニューヨーカーアッパーの作家として知られた。1951年にグッケンハイムフェローを授与され、短編を対象としたオーヘンリー賞を1956年と1964年に受賞している。ただし、軽い都会派作家とみなされがちで、文学的な評価と商業的な成功を手にするのは、長編小説を世に出して以降になる。1957年、初の長編小説。 ワップショット家の人々を出版し、1958年の全米図書賞小説部門を受賞。1964年の第2作、ワップショット家の修文は、アメリカ芸術文学アカデミーのウィリアム・リーン・ハウエルズ賞を受賞。タイム誌の表紙をチーバーの肖像画が飾るなど、高い評価を得た。1968年、短編、泳ぐ人を原作とする、同名映画が、 バートランカスター主演により映画化された。1977年発表の長編第4作、ファルコナーは新進刑務所で囚人相手に文学講座を持った体験をもとに書かれた。タイム誌は2005年発表のオールタイム英語小説100作品の一つに選んでいる。1978年に短編61作品を収めた集大成的なザ・ストーリーズ・オブ。 ジョン・チーバーを刊行し、1979年にピューリッツァー小フィクション部門と全米批評家協会賞小,小説部門を受賞した。ジョン・アービングはガープの世界でピューリッツァー賞有力候補とされながら受賞を逃したが、尊敬するチーバーが受賞したのだから文句はないと言った。1981年には文庫版が全米図書賞小説部門に選ばれている。 私生活では1941年に、サイエン・マリー・ヴィンターニッツと結婚し、ニューヨーク郊外のウシニングに住み、3人の子を設けた。長女のスーザン・チーバー、長男のベンジャミン・チーバーも分泌家となった。作家としての成功の裏では、長年のアルコール依存で体を壊し、1973年に、発作で危うく死にかけ、酒を断つため療養施設に入れられた。また、 ハリウッド女優ホープラングと不倫関係になったり、同性愛に傾倒するなど、波乱の多い生涯を送った。1982年6月18日、ガンのため70歳で死去。死後、最後の小説、オホワット、エーパラダイス・イット・シームズが出版された。ザ・ストーリーズ・オブ・ジョン・ティーバーに収録された短編作品の一覧、ありがとうございます。